トリです。いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画ではマイミー11熱問題で58度を超えると落ちてしまうっていう問題が分かったんですけど、今回はその問題を解決するために改造していきたいと思います。またですね、次背面の透明化を図ろうと思ってますので、次回改造に向けてですね、パネルの仕様の確認を行っていきます。それでですね、Mi 11の今回冷却改造を行うんですが、まず前回の動画で今の Mi 11の構造どうなっているかっていうのをこの絵で示してるんですが、基本的な Mi 11の現在の熱設計は筐体上半分、あと液晶側に熱が逃げていて、熱の分散が限定的っていうことは分かってます。あと分解して分かったことは、パネルの方ですね、背面のパネルの方には実はグラファイトがなくて、グラファイトかなと思ったのが実は NMC で、背面側には熱があんまり逃げてないってことが今回の分解で分かったので、そのあたりもですね、考慮した形で冷却改造を行いたいと思います。それで今回その改造にあたってどういうふうに改造するかっていうところで、 Mi 11の内部構造をこの絵で示しています。で、元の Mi 11の構造が上で、今回の改造が下っていうことで、上の推しを見て分かることはメイン基板ですね、スナドラ888っていうところの熱源から下の液晶パネルに熱が伝わっていくという形になっています。で、上の方の背面側のパネルですね、熱を逃がすためにこのスナドラ888と、冷却パネル、ベーパーチャンバーって言われてるところですね、その間に放熱熱伝導フィルムというのをですね、挟んでこのメイン基板側から、バッテリー側ですね、バッテリー側にこう熱を移動させるということをまず行います。この青いところの線で示しているところですね、右側のエリアから左のエリアにうまく熱を移動させると。で、左側のエリアっていうのは上はバッテリーになってるんですが、バッテリーにこう熱が伝わるところを、さらにバッテリーにフィルムを貼ることで、背面のパネルを逃がすというふうにしたいと思ってます。で、背面のパネル側には無線充電がついているので、この無線充電の機能を殺さないようにするためにも、この無線充電とバッテリーのこの間にですね、今回フィルムを貼る必要があるという形になっているので、よく熱伝導フィルムを、筐体を開けずにこう背面に貼るっていうやり方、お手軽改造であるんですけど、そういったことをやってしまうと、せっかくのこう無線充電がですね、使えなくなってしまうので、そうならないためにも、分解して、バッテリーのところに貼った形で熱を逃がすという形に今回します。それで実際貼る放熱熱伝導フィルムですね、いくつか世の中に出ているんですが、左、貼るヒートシンクっていう、サンハヤトさんが出しているものであるとか、沖電線、右の方ですね、クールスタッフっていう、この2つはよく見かけるもので、構造を見ていただけると分かるんですが、粘着剤があって、その上に絶縁層があって、熱伝導で熱を移動させる、あと移動した熱を熱放射ですね、放射させるという構造になってます。で、両方とも実はこの構造は同じで、違いは薄さですね。厚みがハルヒートシンクは剥離剤含まない形で 0.13mm、右のクールスタッフは剥離剤を含む形で 0.13mm ということで、今回できる限り薄い素材を使わないとですね、先ほどのその CPU、 いわゆるメイン基板側からバッテリー基板側、バッテリー側にこう貼るところの隙間がですね、非常に厳しいので、できる限り今回薄い素材を使うってことで、この沖電線さんのものを使って、改造を行っていくという形にします。で、実際の、改造手順なんですが、これは大まかな改造手順ということで、YouTube でもいろいろ分解の動画が出ているんですが、まずは背面を外すってところですね。これが一番大変です。
で背面さえ外れてしまえば、あとはまあネジで順番にこうモジュールとかを外していくだけなので、まずカメラカバーを外して、その後無線充電モジュールを外すと、であとバッテリーとメイン基板を外すと、まあ、するともうほとんどこう筐体だけになるんですが、まあ、こういった状態にした形で筐体とバッテリーに放熱フィルムを貼って、まあ、あと元に戻すという手順で行っていきます。はい、ここからは実際の改造手順を紹介していきます。まずですね、筐体のパネルを外すために、温めると。でその後ですね、吸盤を使って隙間を作ったところにピックですね、ピックを挟み込んで、いきます。でピックを挟み込んだ後もですね、まあ、随時背面パネルを温めてですね、まあ、できる限りゴムのところですね、外れやすくするようにして、まあ、ゆっくりこう外していくと、まあ、いきなり外してしまうとゴムがですね変な形で外れて再利用できなくなるので、そのあたりはまあ気をつけていく必要があります。あとゴムの方ですね、再利用する場合は、まあ、外した後、まあ、整えるということを行います。まあ、これではですね、背面パネルを外した時の状態です。まあ、非常に綺麗な構造してるかなと思います。あとパネルの方も、まあ、非常に塗装も綺麗で、まあ、Mi 11のデザインは非常にいいなと。まあ、次にですね、上のカバー、無線充電とくっついている上のカバーを外していきます。ネジ9本をまず取るという形で、取った後ですね、浸水チェックのバーを外します。その後カメラモジュールを止めているコネクタを外してカメラモジュールを外します。あとカメラカバーを外すとネジが1本あるので、そこを外して、それを外すと簡単に上カバーがですね外れるという形になっています。まあ、これ上カバーの表裏の状態ですね。次にですね、3本のアンテナコネクタを外していきます。まあ、ここからちょっと基板に触れるので慎重に外していきます。あとですね、バッテリーと下の基板とつながっているケーブルコネクタを外していきます。ここヘラを使ってですね、あまり力をかけずに慎重にここも外していきます。次バッテリーの方ですね、この黄色のシールをですね引っ張って外していきます。次に下の基板とつながっているケーブルコネクタを外すために、下のモジュールを止めているネジ6本を外していきます。次にネジ6本外した後、下カバーをゆっくり斜めに開きます。開いた後は2つのケーブルコネクタですね、これをヘラを使って慎重に取り外していきます。まずインカメラモジュール、ヘラを使って慎重に外します。ヘラで外すときにインカメラモジュールを落とさないように気をつけてください。その後メイン基板を止めているネジ1本を外します。ネジを外した後は2つのガイドピンに気をつけながらメインボードをゆっくり外します。これでメイン基板外れました。メイン基板の表面と裏面はこういった形になっています。筐体のフレームの外観はこのような形になっていて、バッテリーを止めていた白い粘着テープも後で外します。次に筐体に貼る放熱フィルムなんですが、これはあらかじめベーパーチャンバーの形に合わせて型を作っておき、その型に合わせて放熱フィルムを切ります。切った放熱フィルムは念のためフィットするか事前に確認します。放熱フィルムの形が大丈夫なことが確認できたら、次は放熱フィルムの位置を絶縁します。位置を絶縁した放熱フィルムです。作成した放熱フィルムを慎重に筐体に位置を合わせて貼っていきます。この時に筐体に貼り付ける時にヘラを使って圧着しながら貼っていきます。
特に筐体の壁のところについては慎重にぴったりエッジを作るような形でヘラを使って貼っていきます。バッテリーエリアもですね、同様にヘラを使って気泡が入らないように貼っていきます。これでベース筐体の冷却改造が完了です。次にバッテリーの方も本体同様、放熱フィルムをバッテリーの大きさにカットし貼り付けます。これで本体とバッテリーに対しての冷却改造は完了です。あとは分解した手順と逆に組み立てるだけです。背面パネル以外組み上がったら、念のため電源投入して立ち上がるか確認します。次に車用のラッピングフィルムを使って背面パネルのイメージチェンジをします。今回使うラッピングフィルムはラインが入っているので、水平を意識して筐体サイズに事前にカットしていきます。カットが終わったらフィルムを貼る前に筐体の汚れを取り、エアブラシなどでホコリを取ります。次にラッピングフィルムの裏紙を外して、フィルムの仕上がりと柔らかくするためにヒートガンで少し温めていきます。フィルムの貼り方ですが、背面パネルとフィルムのラインを平行にするような形で位置合わせを行い、平面はヘラを使い、曲面は指で押さえるような形で気泡が入らないように貼り付けていきます。また、背面パネルのエッジのところは、ヒートガンで温めながら曲面を密着させていきます。フィルムの貼り付けが終わったら、カッターで余りの部分を落としていくんですけど、カッターの切れ味が悪いと汚くなってしまうので、カッターの刃は一つ落としてから余りの部分を慎重に切り落としていきます。切り落としが終わったら、端っこの部分を改めて密着させて、これで筐体背面のラッピングは完成です。ミーレブンの曲面背面パネルは非常に美しくて、どんなラッピングフィルムでも合いそうかなっていうふうに思いました。はい、あとは背面パネルを組み付けて完成です。いかがでしょうか。ちょっとブラシとスチールシックなので、見た目的には好みが分かれそうですけど、グローバルモデル色が少ないので、気に入った色がないっていう方は、こういった形でラッピングフィルムを貼るっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、今回無事、改造できたということで、前回の動画ですね、 3D マークで温度と性能を見たんですが、前回の結果と比べてどうなるかっていうのをこの絵は示しています。で、一言で言うと、今回の冷却改造によって筐体の放熱性能がですね、明らかに向上したということが、今回の試験で分かりました。前回は29度からスタートして58度ギリギリで終了して、終了後も加熱状態っていう警告が出るっていう形だったんですが、今回の改造版の場合は1度高い状態においても終了時は55度で全く問題がないと。またさらにですね、10度高い39度から始めても57度っていう形で問題がないと。かなりの冷却性能が上げられたかなということで、非常に今回改造して良かったかなと思っています。あとですね、背面のパネル、次透明化を図るにあたって、本当に透明化できるのかということでちょっと細かく見たんですが、このようにこう、背面は真っ黒になってですね、シールが貼られているという形になっています。で、実際素材自体はガラスなんですけど、おそらくその上にホワイトのシールを貼ってスポンジを貼られているのかなということで、ただ周りの方には塗装らしきものがついているので、この塗装も取る必要があるかなということで、実際ホワイトのシールがどれぐらい簡単に剥がれるかっていうのは全く見た感じが分からなくてですね、端っこの方だけ左の方にちょっとこう削ったような形で試しにやってみたんですけど、かなり硬くてですね、一応取れば透明にはなるんですけど、これ全部透明化するには相当根性がいるかなっていうことが分かりました。最後にですね、まとめになります。
今回改造するときに分解してみたんですが、内部構造は基本的にはネジで組み上げられているので非常にシンプルで、背面のパネルさえ取ってしまえばですね、あと分解は非常に簡単ということで、一度分解すれば次回とかですね、簡単に分解できるレベルです。あと冷却構造に関しては、今回筐体側と、バッテリー側に放熱フィルムを貼ったんですが、それによって、約マイナス10度ぐらいの、熱耐久性が上げられたので、これ非常に有効かなと思います。あとですね、背面のパネルの透明化、次回やりたいとは思ってるんですが、これかなり大変そうかなというところで、簡単ではないということが分かってます。どれぐらいかかるか分かんないんですけど、トランスペアレントバージョン自体は私非常に好きなので、それに次回ですねチャレンジしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録していただけますと大変嬉しいです。よろしくお願いします。